皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日もバットマンアーカムビギンズの続きをやっていきます。で、前回エレクトロ急所のあの電磁信号を追ってこのホテルに来たんですけど、彼はあっさり死んじゃって、その後に、ジョーカーのいる場所が分かったので、これから追い詰めに行くところですね。向こう側か。あのフェンスの向こう側に手下がいますね、ジョーカーの。で、この電気グローブがこのエレクトロ急所中から拝借したやつです。スライド。あれ。うまいことカウンターを駆使して、カウンターを駆使してうまいこととかって言ってる割に全然できてないのが、いつものあれなんですけど。これでいいか。しまった。テイクダウンしたか。あれ、こうやってテイクダウン、できんかった。でもこれいいですね、これ電気ショックのやつ。Lucky for you, your dear friend Bane just refused to start the meal without you. Apparently, he prefers his dishes served cold. まあやっぱりベインとの対決は避けられないですね。ジョーカーがいる部屋で多分待ち構えてるんですよね。これはあれか。違う。リドラーのやつですね、データパック。バットマンイケメンっすね。それはいいとして。これ何やってんの。誰かいる。この人あれか、ホテルの人かな。人質がおるか。やべ。よし、これでいい。いいっすね。強い。違う、びっくりした。従業員と話す。
don't hurt me. I won't. I'm here to help. Okay, please. Please, they've got my friends. Holding them hostage in the overview bar. Where is that? The suspended bar between the towers. ああ、そこかな。なんか来る途中にそういうのがあった気がしますね。だやっぱこの時のバットマンは、いろんな人に恐れられてますよね。まあ、ちょっとかわいそうになってきますけど。これか。あれ。で、一応今作が、その、ブルースがバットマンになってから2年しか経ってないってことで、やっぱり今後その、彼が活躍していろんな人の信頼を得ていくってことですよね。あれ爆弾？あれ戻ってきちゃった。あれ向こう側に行くわけじゃないのか。違う。何すればいいんだろう。リモコンか。おお。これでいいの？あれ？ちょっと待って、どうやってやるの？遠隔クロー？あれ違うな。あ、これね。はいはいはい。で、ジップラインで、やっとテイクダウンと。そういうことね。誰か撃たれそう。ああ、あれね。え、どうすんの？他に使えそうな、あ、これか、かくらん機か。よしよしよし。よし。アーマーのやつは最後に。やべ。やべ。こいつも。よしよしよし。で、こいつがラスト。あ、違った。まだテイクダウンできなかった、さっきのやつ。ジーザス、ちょっと待って。でもこれで、ラストか。これ、ショックグローブ今使えるようになりましたけど。あ、でもなんかメーター下がってきてるな。
ある程度戦わないとショックグローブは使えるようにならんのかな。換気シャフトの一番上。お、ブランデン。だからまだ警察はジョーカーのことに気づいてないってことですよね、確かね。さあ、もうそろそろベイン登場か。あれあれ、これあれか。で、蒸気を逃がして、な、上か。これも止めなきゃいけないんですよね、多分。さっきの換気シャフト止めなくてよかったのかな。てか風入って寒そうだな。あの奥のナイフ持ってるやつか、向こう向いてくれんかな。そしたらダブルテイクダウンできそうなんだけどな。あ、でも意外とスムーズにできましたね。これは？かわいそう。遊園地か。そろそろ。まだか、まだベインは出てこんか。ちょ待て。とりあえずアーマー野郎は最後にしといて、あれ、まあ、ジョーカーといったらなんかやっぱあの不気味な遊園地ですよね。あのキリングジョークでゴードン縛り上げてなんか変な遊園地のアトラクションを捨てましたよね。
あ、これいいですね。おお、かっこいい。こいつらってこと？うお。あれ？なにこれ？なにこれ？なにこれ？ああ。あれ？あ、で、ちょっと待って。早わざだよな。で？ここ行けばいいの？これ全部この残り40秒でやんなきゃいけないのかな？消した。助ける。助けるわけじゃないか。じゃあこいつらほっといて。ヒューズボックス、こっからじゃ分からんか。ヒューズボックスどれだ。ヒューズボックスってどこにあるんだ。あ、ここか。ここにヒューズボックスがあるから、隣の目ん玉がこっから投げて、で U ターンさせて、あここだ、ここに入れなかん。よし、来た来た来た、よし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 。これはまたジョーカーにたどり着くまでが大変だな。これはなこれ。ああ、え、ちょっと待って、ちゃんと見てなかった。え、これちょっと待って、これでいいのか。よしよし。
いや、手下にああいうことさせるのもまあ、ジョーカーらしいっちゃジョーカーらしいか。これ次どこ行くの？あいつらとやればいいのか？やばいやばいやばい。このでっかいやつ苦手だな。やば。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。距離を取らなあかん。よしよし。まあ、願わくばこいつが手下たちを吹っ飛ばしてくれるからそれを利用するのもありですね。よしよしよし。でこいつを倒して、であとこいつと1対1だから、やばいしまったしまったしまった。あれ、でこれでいいか。よしよしよし。サイオニスって死んだっけ？あ、これがびっくり箱。あー、あれね。ジップラインね。建築か。あー、遊園地作った人ね。よし。じゃあ多分ここでいいのかな。次？次ジョーカーとベイン。ああ、それっぽいな。じゃあおそらく次ジョーカーと対決、ジョーカーとベインか。ジョーカーとベインと対決すると思うんで、今日は一旦終わりにして次回続きからやっていきます。皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。